はいどうも皆さんこんにちは、つらりです。1,2,3,4,5 段です。赤い星です。5かくれんぼ。皆さんかくれんぼってやったことないですよね。あるわい。この家さ、広いじゃないですか。広い広い。ということで本日はですね、イヤホンガンガン目隠しかくれんぼ。あやったしな。やっとるんですよ昔。意外とシンプルだけど。いやだってもうさ家が違うじゃん前と。いやで前も6畳くらいですごい盛り上がったから。で鬼の人は目隠しとイヤホンガンガンで、まあ、音も聞こえない状態、はい、よしよし。隠れてる人は動かず身につけたってされなきゃいいってことだよね。そうですそうです。結局タッチされたらもう終わりや。そこで誰が鬼やります、まあ、巡り巡ってくるもんだからね。最初はグーじゃんけんぽいパンスパパン。最初はグーじゃんけんぽい。おー勝った。私最初最初に最初グーじゃんけんぽい。じゃあ俺2番。なんで俺勝ったよ今。3番です。俺だって家主だから。まあ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 有利ですけど。一番有利だよ。で賞金ございます今回。え賞金ある。何ですか今回。セブンイレブンのあさりのお味噌汁。見つける時間が一番低い人が罰ゲームで見込んで。ああそうしようか。で罰ゲームはサブチャンネルでかくれんぼ歌ってみた。めんどくさ。優勝者にアイスも。あ優勝者に負けた2人からアイスと罰ゲームはかくれんぼ。よしじゃあ燃えてきた。よしよしそうしようそうしよう。真ん中になったら損だからね。それでは早速やっていきたいと思います。レッツ有利不利つるつる TV。さあ、はい、これ海星を負けさせたいの俺は。おおなるほど。むついとこにしようや。俺ゴードンさんが鬼の時超簡単に乗っかくるの。ありがとな。俺でもねあんま分からんじゃん海星、はい、多分うちのこと。まあ確かにそうだ。俺ここかなって思うんだよね。俺だここにするわ。こっちの部屋この机の下だ。机の下行っちゃうか。この机の上は逆にね。上立っとく。逆にバレないかも。おいいんじゃない。ありありあり。ここにしましょうかね。ここ入り口ですね。じゃあ用意スタート。構造は知ってますからね。こっちもっと空間があるはず。うわぁ俺どこだぁ。人いる。バレた。あ、釣れねえだ。よっしゃゴードンが意外と見つけないんですよこれ。よし俺とこっちの部屋に行くぞ。俺おいどこだ俺。どこだこれ天井とかにいるんだよ。危ねえ。ってことは今リビング見たこっちの部屋見たからキッチン。やったぞ勝ったぞこれ。ここにいる気がする。え、いなくね。壁俺おいバカお前追い抜きすんな。いたー。うまそうわぁここだったか。ということで海星くんの記録8分37秒です。長えよ。ようこそ鶴海カップです。きったね。ちょっと海星かわいそうだったから難しいとこ書かれる。いいね。ちょっと今正直難しすぎたや。俺はだいぶ海星の時簡単にしていけようと思って、はい、あれここに座っとくわ。じゃあダメ。どうするどうする。2人でおお天才いました入れるんじゃない。入れる入れる。これいけるか。いやいけんじゃないかな。あ諦め。えここ立とうかな。あ俺もそこ立とうかな。俺じゃここ立つわ。え東大デモクラシーにする。私はねこいつらに紛れます。うわめっちゃ頭いいぞこいつ。はい。そして僕がここです。キッチンに固まってだいぶこれいい感じだと思うからちょっとやっていきますか。はい用意スタート。はい。うわ怖っ。ここが棚だよな。
おわっ、わあ、びっくりした。何これ、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 するぞやん。これ開いてたっけ、こんな。あれ、これキャリーだよ。ボックスの下。あ、うわあ、テレビがあるよね、この辺に。テレビが行って。何これ、何何何、スイッチ踏んでる。嘘、やば。ごめん、これが時計だ、時計、時計だ。うわー、びっくりした。何、なんかある、なんかある、なんかある。よし、快晴だね。あとは、いや、俺同じとこにいんじゃないかな。なんか二人並んでワンちゃん。あれ、いないのか、ここじゃねえんだ、快晴。じゃあ別の部屋か。あ、分かったよ、同じとこだ、多分俺と。ここが壁。あ、違うか。あ、違うわ。何何何何何何、おら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 。はい、リビングだよ。そうだ、ヒントだよ。ヒントが出たってことは焦んないとヤバいじゃない。ヤバ、マジか。あれ、リビングってことはここからここだよな。キッチンも含まれるよ、全部ね。キッチンも含まれる。そう、こっちの部屋以外ってことね。上にいる、上にいる、絶対にコンロの上にいる。返せ、コンロにへばりついてる。違う、怖いな、ここ、ここマジで怖いんだよな。返せ、これ返せじゃない。ほら、あ、返せ、いた、いた。ゴーノさん、お疲れ様でした。はい、ゴーノのタイム9分。ご無沙汰しております。そうでございますよ。これ3回目の人が有利なのか。一応そうだね。そっか、何を上げてやろうかなって。だから、ほう、だからね、私はね、一つね、ちょっと考えてるとこあるんですよ。おお、本当に怒られちゃいますよ、やるし。ここに挟まります。昔よくやりましたよ。やったやった、いける、ずっと。世界中の海をバタにかけてゆく、おたけびあげて。あっ、スタートです。ね、おそらくこっちの部屋、あっ、あ、違うわ。あれ、いねえ、こっちじゃない。ちょっと待って、怖すぎ。どこ、ここを待ちて。俺今どこいる。いった、待って、おい、ちょっとイヤホン抜けた。待って、いたんじゃないこれ。待って、めっちゃむずい。こっちがテレビだよね。え、なにこれ。あ、違うな、これ。キッチン、キッチン行きます。いないよね。あ、マジでむずい。待って待って待って、え、いないんじゃね？いないとかある？あれ？あー！いたー！あー！誰誰誰？私！いないぞ！いない、これは終わった。マジでいないじゃん。さらにリビング、リビング、はい。必死ですね。あ、違う、あ。上だな、上だな。え、待って、マジでわかんない。あ、ほうずりでしょ。ここがテレビジョン、これがリングライトでしょ。こんにちは。キッチン、もう見たくね、全部。疲れた。どこだ。キッチンはない。キッチンじゃない、ここじゃん。ちょっと待って、本当にいない。え、本当にいる、いない。お家鏡でしょ。え、
ね。ちょっと待って、タイムよ、結果。バカ疲れた、怖いね、目隠しイヤホンって怖いよ。さあ疲れた、結果は鶴瓶さんの結果、はい、10分1秒。おーい、はい、ということで、勝者完成。そしてね、まあ、勝者に景品、敗者に罰ゲーム、最下位は鶴瓶でございます。ゆうぎさんのかくれんぼ歌ってみた、サブちゃん弾き語りで歌います。お前さ、約束したやん、ゴードンの時難しくしようって。ゴードンさんの時、カイセイの時難しくしようって。最初でいきなり、ね、ちょっと俺、カイセイに罰ゲームがいいんだよね。ここでいやー、難かったな。でもドキドキしたわ、これ、本当に。ということで、この企画がいいなと思った人、チャンネル登録かよろしくお願いします。次回はイヤホンガンガン伝言ゲーム目隠しかくれんぼでお会いしましょう。伝言ゲームしない。それではバイ。そちらた